さて今夜の MQ は飛鳥さんをお迎えしてお送りしていますけれども、早速まず1曲、はい、ソロアルバムの中からもちろんシングルにもなっているこの曲をお聴きいただきましょう。晴天を褒めるなら夕暮れを待て。晴天を褒めるなら夕暮れを待て、お聴きいただいています。今回あと3日後に発売が決まりましたネバーエンドなんですけれども、はい、全部で11曲入ってまして、はい、これ全部聞くと62分ちょっとという、すごく長いですよね。そうですよ、長いんですよね。すごくなんか贅沢に楽しめるっていう感じ。もうそう言っていただければありがたいんですけどね長くなっちゃうんですねとにかく1枚のアルバムを作り上げる作業っていうのは大変だと思うんですけれども、はい、出来上がってみて率直な感想っていうのは今回はどんな感じですか？あ、もうやりきったっていう、もう本当にこの言葉だけですね。とにかくやりきったぞと。で、とりあえず今この状態も精一杯だなみたいな気持ちなんですよ。何が出ても、いやもう精一杯だ、やりきったぞみたいな。でもレコーディングに入ってからは本当に順調に進んで、すごい順調ですね。大体3ヶ月ちょっとぐらい全部で期間として。そうですね、9月の20日ぐらいに入って、十何日かな入って、結局終わったのは12月24日の24日の夜中25日にできましたからね。クリスマスの真っ只中に、だから朝終わって8時ぐらいだったですかね、スタジオで乾杯して朝方出来上がって、そうですか、忘れられないクリスマスっていう、クリスマス生まれのアルバムなんですよね。そうですか、言ってくれたんですよテレビ局のあるアナウンサーもこれは使えるなと思ったんですけどね、はい、そのままお使いになればよろしいなって、はい、さて、このタイトルなんですけども、まあ、そのシーン、シーン2ときてシーン3とは来ずに、はい、ネバーエンドというタイトルが来ました。はい、これにはどんな思いが込められているんでしょうか？あのアルバムタイトル自体には大きな意味はないんですけどね。ソロアルバムのファーストとセカンドがもう全部バラードで構成してましたん で今回、まあ、3枚目出す時にそのままシーン3っていうタイトルつけるべきだったんでしょうけどね、まあ、でももう手直し見られてますからね、3枚目じゃあまたバラードかみたいな、もうそういうのもね、また意図的に作んなきゃいけないんで、それだったら今とにかくできる曲を今のアスカとして聴いてもらおう、ジャゲアンドアスカとかアスカとかそういう区別なくて、この体の中で出てくるこの状態を聴いてもらおうっていうので、だからもういろんな曲入ってますよね。本当ですよね、じゃあいい意味で期待を裏切りたいなっていうような思いっていうのが。そうですね、きっとあのバラード待ってられた方にはえっと思われるかもしれないですけど、まあでも楽曲についてはもうやりきったなみたいな、本当ですよね、うん、はい、はい、さて今日はですね、実は皆さんからたくさんおはがきをいただいてるんで、できるだけたくさんの質問にお答えいただければなと思います、はい、それでは参らせていただきます群馬県前橋市にお住まいの池田陽子さん、どうもありがとう。ソロ活動をしていると相棒が恋しくなりませんか？いや、なんないですねでもスタジオの中でここであいつがいればここで休めるなと思う瞬間何度もありましたけどねこういう時だけ恋しいんですね。なるほどね、はい、そうですよね、やっぱりその仕事量っていうのはずっと一人で取り掛かっていくっていう意味で、わかんない。メインボーカル歌ったらまたハモリやんなきゃいけないでしょそうですよね、これ大変なんですよハモリって本当に寂しくはないけれども、いれば便利だなとは思うという。そうですね、お互いにそう思ってるんじゃないですかねそうですか、うん、はい、長野県下稲郡にお住まいの玉木恵美さん、中学2年生、はい、どうしてそんなに高い声が出るんですか？あどうして高いんですよこれ、高いんですよ。そうですよ、だからカラオケなんかでね、僕らのことをコピーされて歌ってる方見ると、よくやるなと思うんですよね自分もどういう状態でスタジオで歌ってるか分かってますから、歌ってるか。なるほど、これでも分かんないですね、なんでこんな高いのか。生まれ持ったものっていう。でまたあいつが高いでしょ。そうですよ、ね、よく高いのが2人くっついたはい、さて、長野県茅野市にお住まいの佐藤文恵さんですね、はい、音楽以外で今年はこういうことをやってみたいということがあったら教えてくださいうん、そうですね、もうとりあえず今年はもう音楽やること以外も何もやれないんで、ただね、僕らコンサートが7月から始まるんですけど、はい、僕らのオープニングっていうのは毎回のフィルムで始まるんですよ、はいはい、そのフィルムのね、今年のオープニングの、まあ、ストーリーがもう今出来上がってて、なんとかそれをね、本当に思い通り、イメージ通りに進めたくて、制作陣を強化してる最中なんですね。強化、どんなイメージなんでしょう。これがまた見てもらえると思うんですけどねまあ、とにかくオープニングは、もうこれに凝ったやつをやりたいなと。そうですか、はい、
まあカルスモキ石井君みたいに2時間とか3時間作品はできないですけどまあコンサートのオープニングとしてはもうこんだけ掴めばいいだろうみたいなフィルムを作ってみたいなと。そうです、はい、飛鳥監督で、はい、はい、頑張っても期待してます、はい、北海道札幌市にお住まいの、古川めぐみさん、曲を作っていく上で一番に気をつけていること、また心がけていることはありますか？とにかく自分もそうなんですけど、何回も歌うわけですから、とにかく飽きないように作りたいなということですね。なるほど、うん、はい、すごくわかるなっていう気がします。さて、また後ほどね、はい、お時間がありましたらおはがきにもお答えいただくことにしまして、それではここでネバーエンドから1曲お聴きいただきましょう。今度は何聴きましょうか？さっきなんて打ち合わせしましたっけこれは、あ、そうですよね、これ長いんですよ、この曲も6分起こしてる、大変なんですよね、はい、ネクストドア聴いてください。さて、今夜の MQ は飛鳥さんをお迎えしてニューアルバム「ネバーエンド」をお届けしています。とにかくバラエティに富んでいる曲がたくさん入ってるんですけれども、例えば新人の人とのデュエットがあったりとか、あるいは懐かしいオンリーローリーのリメイクが入ってたりとか、はい、あとは沢田研二さんの曲のカバーが入ってたりとかっていう、そうですね、そういう意味でもすごくなんかソロアルバムならではの楽しさがあるなっていうふうに感じたんですけど、好きなことやってますよね。やっぱりもうやりたいものは、そうですね、やっぱ下げたやつたら女性とのデュエットはできないですからね3人っていうわけにはなか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 いかないですよねどっちが歌うかで必ず揉めますんでね、まあ、ソロだからできたことって確かにありますね。なるほどね、はい、沢田研二さんの君よの設定が入ってるんですけれども、はい、これは確かあれですね、沢田研二さんがソロになって最初の曲ですよね。絶対そうですよね。そうだというふうに私は思ってるんですけども、僕もいろんなところで言ってるんですけど、その答えになるものがどこにも見つかんないんですよ。確信がないです。確信がないんです。だからとりあえずでも そうじゃないかってずっと言ってるんですけどね。あ、そうですか、うん、強烈だったですよね。タイガースの解散後に証券堂のビッグというバンドを作って、でその後に今度ソロデビュー、ソロデビューの時にこの曲だったんですよ。そうですね、前からなんか機会があったら歌ってみたいっていうのはありだったんですか？うん、そうですね、まさかレコーディングできると思ってなかったんですけど、よく鼻歌ではね、しょっちゅう歌ってたんで、やっぱサビのとこ、ああ君よってとこがすごい印象的でね、そこよく歌ってましたね。あ、そうですか、サンキュージュリーと最後に入ってますね。わかりました、わかりましたよ。あ、そうですかわかんないように入れましたか？いや、もうあれもう一瞬スタジオで急に言っちゃったセリフでね、あれでメロディーのせて言っちゃったんで、まあいいや、分かる人で分かってくれれば、ね、すごく自然に本当に乗ってましたけど、ね、はい、はい、それからですね、You and Me という曲で、はい、先ほども話題になりました女性とのデュエットというのが実現しております。はがきたくさん来てますね。そうですね、彼女のことをこんだけ知ってくれてるのかと思って、そりゃそうですよね、この番組ではね。この番組のリスナーしか知らないかもしれないんですけども、第3回 MQ で、ま、日本大会で金賞受賞して世界大会にも出場したんですが、この番組のリスナーの皆さんの投票で決まったリスナーズグランプリを実は黒田由紀さんが去年、獲得してまして、その黒田由紀さんが今回飛鳥さんのそのアルバムでデュエットしてるっていうのは、もうこの番組のリスナーにとって本当に嬉しいニュースなんですよ。グランプリだったの知らなかったんですよ。そうですか。とにかくいい子がいるっていうので噂が来てて、それでまあ最初はすごく声もいいし、スタジオワークに慣れるためにじゃあコーラスとして参加してもらおうかなっていうところ でそういう風なノリでスタジオ入ったんですけど、これはコーラスじゃないな、このことはもうデュエットだなっていうので、もう本当に急遽ですよね、これはもうちょっとソロパートとして、うん、大事に作っていきたいなと、この曲はっていうので、もういつの間にかデュエットってなってましたね。意識がどんどん。あ、そうですか、MQ の大会に出てる時はすごく元気な曲を歌ってたんですけれども、まあ、この曲は非常になんか幸せな感じのする優しい曲ですよね、うん、声が合ってますよね。なんかまた新たな面が見えるなっていう感じがするんですけど、ね、うん、あ、そうですか。僕はもうね、この曲しか彼女の歌って、あとハーレルヤってのは、あ、それです、それです、これですか、それでしょう、とって、この曲しか知らないんで、はい、そうですか。あれですか、MK の大会の時なんかもすっごく明るくって、もう楽屋とかでも一番一人で喋りまくっててっていう感じの女の子だったんですけど、スタジオでもそうですよ。あ、そうですか。スタジオでも一人で喋ってますね物おじせずに物おじせずに、
だからどんどんスタッフがついてきてて、あの彼女の周りに新しいスタッフがどんどんこうついてきてるんで、やっぱ魅力なんだろうなと思いますね。人を引き寄せるものが。さてこのアルバム全体を通してもこの曲はまた人となんか色合いの違うとても幸せな優しい歌です。それではここで聴、いていただきましょう。飛鳥さんと黒田由紀さんのデュエットです。 You and me。さて2月27日発売、飛鳥さんのソロアルバム「ネバーエンド」からタイトル曲の「ネバーエンド」が流れてきました。今日はね30分飛鳥さんにいろいろ話をお伺いしながらお送りしてきたんですが、そろそろお別れの時間が近づいてきました。あれですか、まあ、ソロアルバムがこれでまあ発売されて、飛鳥さんはソロでのコンサートっていうのはおやりになる？もうねそんな大変なことしません。もうシャゲアンダスカのコンサート作るのでもうほとんど終わってしまいますし、まあ、エネルギーそれで終わってますから、よくあいつはやるなって、どこなんだろうこのエネルギーはと思う時ありますけど、あれは感心させられますね。ソロとしてねいろんなとこで遊びに行ってポンと歌うことあるでしょうけど、コンサートを考える状態の精神状態じゃないですね今。なるほど、アルバムに全精力を使い果たした、はい、ということですね。はい、ところがすでにもうチャゲ&アスカのレコーディングに入ってるということで、これあのシングルもアルバムも両方同時期にスタート。そうです、一曲もないとこから始まってますからね。またあまだ曲がない、ればいいのに本当に本当に一曲もなかったですから、もう一からまだ作ってますからね。そうです、これが4月の頭にちゃんとね揃えばいいなと、7月からコンサートできるので、なるべくはコンサート始まる前になんとか予習ができるように、届ければいいなと思ってますけどね。期待してます。ありがとうございます。頑張ります。今日は本当に30分どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お体に気をつけてご活躍なさってください。また呼んでください。ミュージッククエスト、この番組は富士重工、資生堂、東波と聖火の提供で JFN33 局とヤマハ音楽振興会がお送りしました。明日は、飛鳥さんはあのスペイン坂のスタジオから、また ね生で明日やりますね、スペイン坂ということで、はい、明日の午後皆さんどうぞ引き続きお楽しみに。できなくなってる。